MC の前田です。いつもご視聴ありがとうございます。ポカポカ陽気のポケットに来ております。ルーキースピードやっていこうと思います。でね、まあ、とりあえずお見せしますけども、私の今ルーキースピードこうなってます。おボディ変わったね。そうなんですよ、これあのスーパー GT で使ってるズーディアックですね。もうあの空力が良くて使用率ナンバーワンと言ってもいいんじゃないかっていう人気ボディなんですが、あれルーキースピード確か乗らないんじゃなかったっけ。そうなんですよ、はい、乗りません。あともう一つ用意したオプションがこちら、あのスーパーエースシミケンさんがぜひ使ってみてということでおすすめされていたのがこちらのダブルカルダンのユニバーサルということになります。これ BD11 用なんですけれども、まあ、そのまま使えるということでこの間紹介してもらいました。まあ、ルーキースピード標準で前後ユニバーサルは入ってるんですけれども、ダブルカルダンじゃない、まあ標準タイプっていうのかな、なってますので、フルステア、もうステアリング思いっきり切った時にその差が出るんじゃないかなと思いますので、一度この状態で、動かしてみて、こうステアリング切った時にこう例えばバタバタするのかとか、なんかあれば、ね、違いが分かるかなと思って試してみたいと思います。まあ、ひとまずオプションとしてはこの2つというか3つというか、このねダンパーステイとユニバーサル、これを今日はつけてみてその違いを確かめておきたいというのと、引き続きですねこちらですね、タイヤウォーマー、まあ、テストというか、まあ、あの慣れるために今日もちょっと使ってみようかなと思って、X タイヤ、この間のレースで使ったオフルタイヤですけれども、それをルーキースピードにつけてやってみたいと思います。車種はこういう風になっておりまして、もうあの至ってノーマルです。オプションというオプション全然入っておりませんけれども、今からですねこれダンパースタイヤ交換していきます。ノーマルはこういう樹脂タイプのもので、で、若干この辺が高いということで、ここを削るだけでも下げることは2ミリぐらいかな、下げることはできるという話もあったんですけれども、まあこれが出たとなればもうこれと交換でいいかと思いますので、出すより先に外すか、ダンパーステイを外していきたいと思います。はい、ダンパーステイ外しました。もうこうねビスポッポッと取るだけなんで、2本で止まってるだけなんですぐですね。ではいよいよこちら出していきたいと思います。 RS017G フロントショックタワー 3mm ということになってますね、はい、これをちゃんとあのビスもついてますんでなくさんように、こっちと違い、こっちはサラビスタイプでしたけども、こっちは丸ビスですんでね、物が違いますんで、こっちのちゃんとついてるやつで、下の穴のところにダボ出てるんで、ここ合わせてあげるというところは一緒ですね。このパチッとはまるはず。ちょっと渋いな、さらやからかな、やっぱりちょっとね、あ、硬い感じがしますね。気になる方はちょっとさらってあげてもいいですけど、でもここはガタが出ない方がいいわけですから、これでいいんですよね。渋いぐらいでちょうどいいと思います。で、今度はこれを止めてあげるという、もうただそれだけです。もう専用ですからね、あっという間ですよ。うん、で2本のビスで止めてあげる。あ、そうそう、昨日ねあのヨコモの三島さんがライブ配信されていた動画、ルーキースピード 1.0 を組み立てるという、まあ、おあつらい向きの内容だったんですけど、うっかりしてまして気づいたのが11時過ぎぐらいだったんですよ、夜のね。で、ああもう終わってるなーと思って見たらまだやってはりまして、でもねもうほぼほぼ最後のまとめに入ってきはったぐらいのとこだったんですよ。でもうしゃあないな、今回あの後でまたアーカイブで見ればいいやと思ってそのまま布団入ったんですけど、やっぱ気になってね、どんな内容の話してはったのか、やっぱ今日撮るのにそれ見てないと、あそれ見逃してたっていうの嫌やったんで、結局見返すことにしまして、だからね12時ぐらいからあれ見出したんですよ。そしたら2時間半近くあの動画あるんですよね。
見ましたよ最後まで。でなんやかんやで寝たの3時、3時半か3時半ぐらいになったのかな、結局眠たい眠たいって。まあでまあのんびり、まあ、ポケットは開店11時なんでね、のんびり来たんですけど、まあこれ樹脂パーツにビスねじ込むときにキュッと硬いところまで行ってちょっと戻すっていうのをねされてましたね。あれ私もよくやってます。特に樹脂キュッと締めすぎてバカになるっていう嫌いがあるので、ちょっとこう気持ちですよ、ほんまに戻しすぎるとガタになるんで、まあ、そこら辺は感覚でやってもらえばええかなというところ。まあそれ以外はまあ実に基本に忠実な組み立ての説明だったので、うん、はい参考になりました。で、全部見ましたね。やっぱりルーキースピード注目度高いっていうの分かりますね。2時間何分の動画でもちゃんと最初から最後までご覧になってる方結構多かったみたいで、で、ダンパーをこれにつけていくんですけど、ここはもうこれについてるビスをそのまま使えばいいのかな。で、あ、これノーマルだと真ん中なんですけど、あ、それ見るの忘れた。これで言うと外側になりますね。うん、これ2個しか穴ないんですよ。2個しか穴ないんで、一番外側がないんですね。内か真ん中かということになりそうですんで、外側の方につけていきます。で、ここノーマルのブッシュを入れまして、で、ダンパーもまた元通りつけて、あとはナットで留めれば OK ということだと思います。特にこれといったスペーサーをかまして、位置調整をしないといけないというものでもなさそうです。ダンパーステイとダンパーのクリアランスもギリギリですけどありますんで、もうその辺はさすがにね純正オプションなんで、ここですり合わせのための加工がいりますとか言うたら横尾さん何してるんですかいう話になるんですけど、そこはさすがに、もうぴったりと合いますんで問題なくいけると思います。今見たら、ダンパーステイに、サスアームに対してかまっすぐダンパー行ってますんで、スペーサーで前に出すとかいう必要もなさそうですね。でここあんまりきつく締めすぎるとダンパーの動きが渋くなるので、ちょっと硬くなったあたりでもすぐ止めとくということですね。これ動画でも説明されてましたね。ダンパーの動きが渋くなっては動きがスポイルされるので良くないよということを三島さん説明されていました。ということでこっち側も同じように止めていきますね。はい、フロントダンパー取り付け終わりまして、今リアダンパーステイの交換作業をやってるところなんですけれども、すごい横本さんの気合の入り方というかね、ゲーコマというかね、すごく感動したところがあったんで紹介しようかと思うんですけど、これダンパーステイね、これ皿加工してるじゃないですか。でこれノーマルのダンパーステイについてるボディポストをそのまま移植すればいいということになってますので取り付けるんですけれども、これね、これ外しますやん。そしたらここはちょっと出っ張りが出てるの分かります？このビスを突っ込む方のここね、ほらスライチじゃないんですよ。でこれをこうガイドっていうかね、ここの穴にこう合わせることによってよりこうピタッとあってこうガタがないというような、多分そういう意味合いがあると思うんですけど、飛んでった。これね、こうダンパーステイカーボンタイプのものもちゃんとね穴大きくしてくれてるんですよ。なのでこのままはまると、ほらね、こう下は固定用のダボで、でこっちがビスを止める方の穴なんですけれども、ちゃんとピタッと合うんですよ。ピタッと合う。でただこれ樹脂の方で一回こう使ってるねじ込んだものなので、ちょっとね気持ち穴が広がってる感じがするんですね。でさっきもこれそのままスッと移し替えようとしたらここ引っかかってすぐ入らなかったんですよ。なので無理してやろうとすると余計にここの樹脂がひしゃげてしまって、ここダメになってしまうかもわかんないので、スッと入らないなっていう時はこういうデザインナイフとかでいいんで、こう角のところをちょっと落としてあげる。全部やりすぎるとそれガタガタになってくるんで意味がなくなるんで、本当に出っ張ってる角を落とすっていうか、撫でてあげるような感じでちょっと角落とししてからやったらスッと入りますんで、これで OK で、もともとついてたビスを
これちょっと短いタイプですんでね、こっち止めてたビスとは長さが違いますので間違えないように、でこれで止めてあげればいいということで、あのね、純正オプションやっぱすごく細かいところまで気を使ってこうねパーツ設計されてるんだなっていうところがね分かったんで、これもうすぐ感動したんですであと向き気をつけてくださいね。私はこれ逆向きにつけてしまいまして、皿もみがこっちに来てて、あ違う反対へつけ直したりしました、まあ、そんなこともあって、はい、前後ダンパーステー取り付けることができました。これで、さっきのルーキースピーズーディアックのボディをそのまま乗せてみるとどうなるかということで、後ろはもうむしろ何も変わらないということなんですけども、前ですよね。前がこのこれ今あれいかへんやんってこう思ったかもしれませんが、それはここにねこうストッパーが1個ついてるんですけど、もともとのダンパーステーが当たってたから1個上げた状態になってたんですよ。でこれでもう1個下げれると思いますんで、今下げてみて、まあ結論から言うたらつくわけですけどねつくわけですけどね、こうほら下がった。いや穴1個もう1個下げてもいいかもしれないですね、ただ内側見るともうこれ以上は下がりませんですので、まあ、ズーディアックのボディで言うとこの高さですね。うん、もう1個下げれたらええのにな。もう1個下げると多分当たるな、ダンパーステーが。ということになっておりますので、まあ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 この高さですよね、ボディはね。これちょっとフロントがごめんなさいこう反り上がってるんでおかしくなってますけども、うん、いけたと思います。でこれでとりあえず試し走行行ってみましょうか。